テスケロサウルスカセシラソリデイは小型蝶番類のクレードあるいはかの一つで以前はヒップシロフォードン類や長脚類に含まれていたヒップシロフォードン類は1990年代初頭に自然分類群として解釈されていたがこの仮説は今では支持を失っておりヒップシロフォードン類はイグアノドン類と禁煙な様々な動物からなる 側系統であったことが判明しているヒップシロフォドン科やヒップシロフォドン類は正確なクレードとしてではなく進化段階を説明するためだけの非専門的な用語として理解された方が良い。テスケロサウルスはヒップシロフォドン類の中で非常に基盤的または非常に派生的その両方として考察されてきた。テスケロサウルスを分類することを潜在的に妨げている問題は テスケロサウルスネグレクトゥスとして割り当てられた化石のすべてが必ずしもその種のものであるわけではないということである。クリントボイド、クリントボイドらはテスケロサウルス族が別の族を含んでいることに気づきブゲナサウラブゲナサウラを記載した。また、テスケロサウルス族には少なくとも3種が含まれているかもしれず、かつてネグレクトゥスダに分類されていたいくつかの標本は まだ種として記載されていなかった。それらはパルクソサウルスに近縁であると思われる。テスケロサウルスの頭骨と腕、ロッキー博物館ヒプシロフォドンカの解体に伴い、テスケロサウルスカの設立が行われた。この類の恐竜の系統時は歴史的に研究が不十分であることによって複雑化していたが、ボイドラの論文とブラウンダの論文は特にテスケロサウルスカについて、 対応するものとなった。彼らは、それぞれ2009年と2011年に2つの互いに、禁煙な分類群が白亜紀のヒプシロフォドン類に、含まれていることを指摘した。一つは、オロドロメウスやオリクトドロメウス、ゼフィロサウルスを含むもの、もう一つは、パルクソサウルスやテスケロサウルスを含むものである。ブラウンらは2013年に、オロドロメウスを含むクレードに新たに、 アルベルタドロメウスを、そしてテスケロサウルスのクレードに以前は、ゼホロサウルス科に含まれていた、アジアの親族をそれぞれ加えることにより、説を補強した。彼らはまた、正式にテスケロサウルス科を呼び、オロドロメウス赤とテスケロサウルス赤を定義した。2015年のボイドによる分析では、テスケロサウルス科は、長脚暗目から外され、各脚類の姉妹軍とされた。ありがとうございます。